ただたちよ、私たちの、人生は素晴らしい、召出し、呼びかけを果たすために与えられています。そのまま、私たちの人生はそのまま出産するために与えられています。新しい生き方を毎日出産するため、表すため、みんなに与えるため、証し、人を通してみんなにそのキリスト者の生き方を産む、産むために命を与えるために命をかける必要がある。死ななければならない。今日の福音は素晴らしい大きな慰めです。今日たちが本当にもう落ち着いて、もうリラックス、落ち着いて、もう本当に私たちがどうしても出産の、悩み、痛みを感じなければならない。経験しなければならない。以外は他の方法はないの。キリスト者になるならば、キリスト者になるために呼ばれたなら、この出産の苦しみを通らなければならない、感じなければならない、経験しなければならない。けど、この、悩み、この暗い、この、苦労、この悩み、この苦しいは、喜びに変えられる。要は違う。逆です。この要は、キリスト者が、ね、失敗したら、迫害したら、みんな喜ぶ。自分の古い人間が、勝つみたいから。けど、結局、古い人間は死ぬ。古い人間の生き方には将来がない。朽ちるものですから、本物ではないから、あなたの生き方は本物。あなたの生き方はクリストの生き方であるから、教会の生き方であるから、教会はクリストの体であるから、あなたが教会と共に歩んだら、死に勝つ、朽ちることのない命を持っているから。だから、命をかけながら命を得る。悩みながら喜びを得る。これ私たちの毎日の人生。主人との関係、奥さんとの関係、恋人との関係、兄弟との関係、仕事のところでは、子供たち、両親など、みんな、どんな状態にいても、死んで復活する。悩んで命を与え。みんなに自分の命を与え。クリストを与え。新しい人間であるクリスト。私たちの中に植えられた、その恵み、そのクリストが、みんなに与えられます。あなたを通して、教会を通して、あなたを通して、多くの人々がクリストに出会う、クリストをもらう、クリストの経験をする、キリストを見る。あなたを通して。でも、お母さんを通して、教会は母なる教会でしょ。ですから、私たちにまずクリストを産む。そして、私たちが教会のものであるから、みんなにそのクリストを産むこと。良い日を。